加藤美、プッツとの優勝ペアは見納めか、混合ダブルスは、プラン B のようなものと軽視。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。女子テニスの加藤美、28、ザイマックスは、四大大会全仏オープン混合ダブルスで、キム・プッツ、ドイツとのペアで優勝を果たしたが、奇跡のペアはこれで見納めになるかもしれない。 加藤の優勝は、女子ダブルス3回戦で相手コートにボールを返す際、ボールガールに直撃させてしまい、相手選手の抗議による失格処分となっていたことで、世界規模で注目を集めた。そんな加藤、プッツ組は最終エントリー締め切り2分前に結成された急増ペア。試合や会見では、大会後に互いを知ったことを感じさせない息の合ったところを見せていた。プッツは、失意にあった加藤を、 歓喜に導くために現れたパートナーと言ってもいい。しかし、プッツにとって混合ダブルスは、あくまで副次的な扱い。ドイツメディア、エッセンシャルは、プッツが同国メディア、ARD のインタビューで語ったコメントを、ミックス、混合ダブルスは、プラン B のようなものだった。残念賞は正当に評価されないからね。準々決勝敗退の、ダブルスで勝ちかかったし、このこと、 混合の優勝を整理するまで数日かかるだろうねと引用した。ドイツ人男性として二人目となる混合ダブル優勝の快挙も心の底から喜べないようだ。それだけにエッセンシャルによると今後は混合ダブルスを力を入れていくつもりはなく残る今季の四大大会では7月のウィングルドン選手権は全仏でも組んだケビン・クラビーツ、ドイツとの男子ダブルスに集中するつもりだという。 8月開幕の全米オープンでは、混合ダブルスの出場も視野に入れている模様だが、加藤と組むとは限らない上に、エントリーするかも含めて、現時点ではわからない。プッツは、ARD のインタビューに、ケビンは、きっと僕に文句を言うだろうね。僕はミックスの選手としては、最も野心的ではな意図よく言っているからねとも語ったという。トースポウェブ、加藤美ー、逆境克服の混合部位を海外メディア賞賛。 因果を放な機会に力を発揮。一週間は救いで。全仏オープン混合ダブルス決勝。テニスの四大大会。全仏オープンは8日。混合ダブルス決勝で加藤美衣。ザイマックス。ティムプッツ。ドイツ組がビアンカ・アンドリーシク。カナダ。マイケル・ビーナス。ニュージーランド組と対戦。4-6、6-4-1で10ポイント選手のタイブレイク決戦に突入し。 最後は10対6で勝利して四大大会初制覇を飾った。4日の女子ダブルス3回戦での失格劇を乗り越えての栄冠。海外メディアは逆境を克服しての優勝。を。ジェットコースターのような一週間は救いで終わった。因果を報な機会に力を発揮と称賛している。ペアを組んだプッツと共に掴んだ混合ダブルスの頂点。女子ダブルス3回戦での失格の涙から4日後。 その表情は笑顔に変わった。強靭な精神力を見せて勝ち上がった加藤。ぶつ組は追い込まれながらも第2セット4、4-4で迎えた第9ゲームでブレイク。第3セットに勝負を持ち込むと、最後は相手の開始球がネットにかかり、優勝が決定した。逆境を乗り越えての優勝に海外メディアも称賛。A 公共放送、BBC は、 ミユカ等が女子のイベントで失格後に混合ダブルスで優勝と見出しを立て、日本のミユカ等が、彼女が、不当と呼んだ失格の4日後に全仏オープン混合ダブルスで優勝したと報じた。米大手放送局、CNN も、仏義を醸す失格の後、ミユカ等が全仏オープン混合ダブルスでタイトル獲得とのタイトルで、ミユカ等のジェットコースターのような一週間は救いで終わったと、大団円を伝えている。 米専門局、テニスチャンネルは、ミユカ等が、世界中からこぼれ出るポジティブなエナジーを使って、混合ダブルスで因果を放な機会に力を発揮したとの見出しで報道。広く批判された失格を乗り越え、彼女はチームをグランドスラム優勝へ導いたと結果を残したことに触れている。ザーアンサー編集部。